猫。そういうことね。猫の毛玉の毛糸ってこと？違うか。どういうこと？猫のおもちゃの毛玉ってこと？このこれって今思ったけど。こんばんは。猫の日ですね。悩みが長い。実は私猫のモノマネがめっちゃ得意なんですよ。猫のモノマネっていうか鳴き声が、鳴き真似がめっちゃ得意なんですよね。実は最近封印してたんですけど、じゃあその封印を今解かれる時がやってきたっていうことですね。今日そして僕は僕じゃなくなるを私は初めてやりました。どうでしたか皆さん。誰よりも誰よりも愛したせい、もう僕はじっとしていられない、愚か者と死ぬ指さされても、本気とはそういうものだろう、こんなにもこんなにも愛しくて君しかも見えていない、ゆっくりとゆっくりと除去しなう、愛はいつでも人を狂わす、そして僕が僕じゃなくなる。イエーイ、楽しかった。あ、猫の鳴き真似まで3、2、1、ミャオミャオミャオ。どうですか、どうですか、リアル猫。めっちゃ上手くない？そう、猫ね連れてきてるんですよね。アレルギーなんですけど私猫。テンション高い？高いかね。普通。もう一回いきます。わー、猫おらんよここには。こんばんは。めっちゃリアルな鳴き真似です。そう、田舎だったので私は実家が、よくね野良猫がいて、その鳴き真似です。よくいた野良猫の鳴き真似。猫ミーム流行ってますよね。私はまだあれがどういうものなのか理解してないんですけど。STM 最後すぎて泣きそうになりました。あ、泣いてはない。
え、自分もなんか感動しました。すごい。なんかファンの方の熱量がすごすぎて圧倒されました。逆に今日は。ジャイアン、最近ジャイアンもしてないんですよね。ちょっと喉壊すんですよ、ジャイアンのモノマネは。ガラガラになる。確かにしがらしかもしました。初めてシェ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 。ジャイアンのモノマネそうできるんですよ私。そうなんですよ実は。こんばんは。あの衣装ね、やっぱ今着たらね違うよね。やっぱ昔着たの時の雰囲気と、みんな大人になったって感じ。うん、こんばんは。髪切りたい。これぐらい、この毛ぐらい。ね、ボブに見えるよねこれ。髪切りたいね。今年の冬は短いかもしれないです。冬っていうか秋ぐらい。え、どうなんやろ、分からんけど。可愛くない？これロンティー。こっちはない。54分やん。え、みんなロング派ですかショート派ですか。ショートっていうか、まあ、ベリーショートとかじゃなくてボブ派。ロングとボブどっちがいいと思いますか。もう半々ぐらいだと思うんですけど、好み。むずいね、どっちも。
ボブ、ロング、ショート、ロング、どっちもボブ、ボブ、ロング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 、肩まで。でもロング多いね、今のところ。55分、分かる、肩ぐらいもいいよね。一番中途半端かな、長さってあんま似合わないんですよ私ね。まあいつか着ると思います、飽きて長いのに。確かに今長いからね、長いのがいいって思うよね、自分も。楽しみ、着るときが。誕生を呼びます。中堅さん、浜さん、心拍さん、殿様ドラゴンさん、うつぼさん、けんけんさん、しゅうちゃんさん、うねかねひろしさん、サージカルさん、ピオーネさん、モフモフスキーさん、ひろしさん、まえちゃんさん、ロングってね、伸ばすのが結構大変やけんね。そう、切るの結構ためらう時あるけどね。切る時はもうバスって、私は切る派です。ね、知らん間にもうあっという間に短いかもしれないです。ねえ、楽しみにしててください。終わるのかな。そうです、もう12時なので配信したくてもできません、勝手に切れますねえ。おやすみか。次のお話し会しようと、それは絶対ない、愛媛に帰れる時がないので私は愛媛でしかね、美容室に行かないので。おやすみか。あともうちょっと。こんばんは。お疲れ様でした。おやすみか。すごい、ちょうど15分経った。お疲れ様でした。フォローよろしくお願いします。お話し会も待ってます。リバティーンエイジさんとのコラボ商品もぜひゲットしてください。受注生産なんですけど、3月22日までです。なので結構期間あるので、ちゃんと悩んでよろしくお願いします。私がおすすめなのはグレーです。あのパーカーの方はね、キャップはもう何色でもおすすめです。そう、グレーだったらね、キャップもなんか何色でもね合うと思うので。おやすみかー。